い、始まりました。こんばんは、皆さん、はい。世界とつながろう、レッツグローバル教育。今日もライブ配信を生でお届けしていきたいと思います。はーい。はい。どうですか？なんか日本はすごく寒いって聞いたんですけれども。うん。今日はそうでもないですか？いや、寒いですね。寒いですね。寒い。雪降ってるんですか？雪は降ってないかな？降ってない。うんうんうん、雪降ってない。なんか私福岡が地元なので、うん、結構福岡の方の写真とか見たらすごいなんか雪がめっちゃ車に積もってたりとかして、うん、びっくりです、ね、うんうんうん、なかなかないんですよね、うん、雪が降ることって。でこの前先月もねかなり寒波が来て雪が降ってたので、うん、またって言って、ね、そんな何日も雪が降るって珍しいなと思って聞いてたんですけど、うんうん、こちらは相変わらず暑いです。羨ましい。いやでもね、あの今日すごいスコールにあって、え、久しぶりにあんな、うん、やばいやつ。うん、あのちょうど学校のお迎えの時にすごいやつが来て、うんうんうん、びしょびしょになりました。うわあ。これワンピースなんですけど、ワンピースも裾がめっちゃびしょびしょの感じだったの。わあ。そんな人がインドネシア。はい、じゃあそんな感じで、はい、今回11回目ですね。早速ゲストをあのご紹介していきたいと思います。初の大学生ですね。お若い大学生の、うん、場所クリエイターとして活動されていらっしゃいます川口あずささんに今日はお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとあずささん、あの自己紹介を簡単にお願いしてもいいですか？はい、皆さんはじめまして、川口あずさと申します。私は今神奈川県の大学に通う春から3年生です。ユミさんに今回お声掛けいただいて、ユミさんとはあのフィジーという国でお会いさせていただいて、ちょうど世界一周されてたんですよね。で、あのユミさんからあの教育に関してとか、まあ、世界一周そもそもに関してのお話を聞いて、あの後でまたちょっとお話させてもらうかもしれないんですけど、あ、世界一周いいなってあの憧れて、今私の夢となってます。夢をくださってありがとうございます。よかった。まさにね、今動いてますよね、夢に向かって。まさになんですよね。そうなんですよ、はい、感謝してます。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。あずささんは、フィジーとデンマークですよね、2カ国、はい、留学経験がお聞きしたんですけれども、うんうん、まずはその海外留学に興味を持ち始めたきっかけとか、うん、考え始めたのっていつ頃だったんですか？そうですね、海外留学そもそもに関しては、まあ、大学生になった時ですね。で、約3年前の話なんですけど、もともと高校生の時は、部活動収録みたいな、めちゃめちゃ忙しい生活だったので、文武両道の学校だったので、なんだろう、時間がなくてですね、海外に行く。うん、で、もともと、ちょっとだけ興味はあったんですけど、うん、不可能みたいな高校生活だったので、大学生だってからやろうと思って、大学生になりまして。うん、で、フィジーとデンマークって今、サイさんおっしゃってくださったと思って、んですけど、それ合計1年間留学だったんですけど、その長期留学をいきなりもちろん私が決められたわけではなくて、まあ、その前哨戦としてオーストラリアに1ヶ月間幼稚園の先生のボランティアの留学をさせてもらったんですよ、1年生の時に。あ、そうなんだね。そうなんです、そうなんです。そこで、うん、あ、初一人海外で、うんうんうん、あー、異文化に触れるの楽しいってなって、いやー、1ヶ月短かったなーってなりまして、うんうんうん、1年間の留学を計画し始めました。はい、うん、っていうことは3カ国経験されてらっしゃるところですかね。留学としてはそうですね、うん、あー、なるほどですね。っていうことは 1年間というのは、どれくらいの割合で行かれたんですか？フィジーは何ヶ月、はい、うんうん、フィジーは4ヶ月で、デンマークは8ヶ月行ってました。
はい、それはどんな形で語学留学とかそういう感じですか？そうですね、フィジーは語学留学をし、デンマークはなんて言うんでしょうね、社会人留学で有名なフォルキホイスコーレというデンマークの国民高等学校とも呼ばれている社会人の方のための学校に留学をして、寮生活をしながら、福祉とかサステナビリティとかアウトドアとか本当に多様なことを学んできました。はい、すごい面白いですね。語学だけじゃなくてアウトドアまで変わった。どんなアウトドアをされたんですか？アウトドア面白いですよ。マウンテンバイクで15キロから20キロぐらいをなんか雪の中走って、で、そうですね、それをしかも3時間とかぶっ通しで結構ハードでした。あとカヤックとかもやりましたね。あ、いいね。それがもうカリキュラムの中に入ってる。何の中にですか？カリキュラム、学校のカリキュラム。そうですね、なんて言うんだろうな、必修科目ではなくて選択科目なので。もちろん全員がマウンテンバイク20キロとかじゃなくて乗りたい人だけやりました。面白いですね。素敵ですね、そういうのが入ってるっていうのがね。あと何て言われても、福祉はどんなことされる？福祉はですね、資格を取るための勉強とかじゃ全然なくて、例えば障害者っていう言葉あるじゃないですか。だけどその福祉の先生は、なんか、Everyone has handicap、みんなハンディキャップあるよねっていう言葉をよく言ってたんですね。だそれっていうのは、まあ人間みんなやっぱ弱点とか、私ももちろんたくさんあるし、みんなあるから、その、障害者っていう言葉の定義づけから一緒に考え直していこうみたいな、そのマインドセットみたいなお話が多かったかなと振り返ると思いますね。はい。なるほどですね。じゃあ、すごい、いろんなご経験というか、まあ、勉強をされたんですね。はい。すごい。そんな、でも、どうぞ。どうぞ。いいですよ。学校、何を忘れちゃった。何を忘れちゃった。聞いてくださいね。じゃあそのデンマーク、でもさ、フィジーとデンマークを選んだ理由とかってあったりするんですか？お話しさせていただけるような内容じゃないんですが、どっちも、本当にこれ本当なんですけど、Facebook を、まあ、何も考えずにこうスクロールしてた時に、たまたま、フィジー人の弾けるような笑顔が載った広告の、広告と、あと、英語で、対話しながら福祉が学べるっていう、その学校の広告を見たんですね。そこで、もうドキドキしちゃって、本能的に、あ、ここ行くしかないなと思って、気づいたらクリックしてて、申し込んでました。素敵。いいね、その、完全直感型。あ、本当ばっかりやった。そうなんですよ。最初からここに2カ国にも行こうって決めて、旅だったんですか？それとも、1カ国行ってみて、1回帰ってきてまた行こうっていう感じになったんですか？そうですね、もともと2カ国行こうと思ってたので、前者の方なんですね。で、実際に私、飛び立て留学ジャパンっていうのにも申し込み、もうがっつり事前から、こういう目的で行ってきます、こんなこと学んできますみたいなのをプレゼント化しながら準備をしてて、結局落ちちゃったんですけど、飛び立ては。ただ、それ挑戦させてもらえたおかげで、目的がすごく明確になってって、結局ね、両親のおかげで留学は行けたんですけど、飛び立て留学ジャパンのあの事前準備のおかげで留学が深まったなって思ってます。最大のなんていうの、目的は何だったんだっけ、その1年のさ、何を得るみたいなさ。最大の目的は、その時、当時私、世代間交流っていうのに興味があったんですよ。そう、子供、なんか違う世代の人と交流を生み出せる人になりたいって言ってたかな、言ってたから、いろんな世代間交流を生み出してきますっていうようなプレゼンをして、例えば、老人ホームに訪れて、老人ホームと、孤児院を結びつけるような
何かイベントを起こしてきますみたいなこととか、うん、うん、そういったことを目的としてましたね。はい。世代コンクール、要は何、その違う分野とか年齢の人をつなげるってこと？違う年齢ですね。世代、年齢というかね。ああ、そうです。違う年齢ですね。はい。なるほど。で、そこで、要はその何、社会福祉を学べば、そういう、なんていうの、ノウハウが、得られるっていうことで、その、コルケに行ったと。うん、そうですね。本当にそうで、やっぱさっきのオーストラリアの経験のことからも、やっぱり子供と喋るの好きだなって気づいたりとか、あとはまあ、昔からチアリーディング8年間習ってた時期があったんですね。小学校2年生から中学校3年生まで。その時の結構一番と言っていいほど、なんだろう、鮮明に覚えてる思い出が、敬老会で演技した時に、シニアの方がもうポンポンもうこんな振りながら、もう号泣しながら応援してくれた、その時が一番覚えてたんですね。その時から、なんかシニアの方の笑顔をもっと生み出したいなみたいな気持ちが多分私はあって、だから結局子供もシニアも好きだなっていうところから、なんか欲張ってじゃないですけど、世代間交流やりたいですみたいなことを言ってましたね。はい。面白いね。素敵だね。で、実際現地で何かそういうイベントとかをされてたんですか？答えから言うと、してなくてですね、フィジーの方で行くと、孤児院にそもそも、行くことができなくて、で、老人ホームには行けたんですが、そこの老人ホームの方が、子供たちと触れ合うことを期待してなかったんですね。私がやりたいだけだった。そう、だから、その施設でわざわざ交流会をやる需要がなかったんですよ。なるほど。なのにわざわざやる気力も私は起きなかったので、やめちゃいましたね。はい。なるほど。やりたいこと、需要と。うん、そうなんですよ。ちなみに、その何、ボラ、老人ホーム、なんかも、そうか、ボランティアに求めることは特になかったんだ。あ、ごめん、なんか、勝手に、なんか聞いたから。ああ、でもそうですね、行くときに、なんか、なんか、言葉ちょっと悪いですけど、何かパフォーマンスしてくれるのみたいなノリだったので、あ、どうしようかなって考えてあげく、リコーダーとしのべを持ってたんですよ、その時。うん、だから、リコーダーでフィジーの国歌を吹いたり。そう。やりましたね。えらいえらい。そうかそうか。でもなんかその何、フィジー行った時にさ、その家族、はい、ね、家族にこだわってたと思うんだけど。こだわってましたね。ね、なんだろう、そっか、フィジーに行ってから、そっちにも興味を持ち始めたって感じだったのかな。ほんとそうですね。飛び立ての準備してた頃は、家族っていうキーワードは言ってなかったです。あ、そうなんだ。世代間交流って言ってたんだ。うん、言ってた。そうです、そうです。はい、で、そっから、まあ、フィジーの、なんていうの、仲いい、あの人たちの家族の、すっごい絆を見て、で、その、なんていうのか、その、家族の仲を、よくするコミュニケーションをよくするみたいなことをやりたいって言ってたんだよね。うん、それもありますね。なんだろう、それもあるし、なんだろう、とにかくそのフィジー人の家族像が私の理想の家族像とほぼニアリーイコールだったんですよ。そこでうっとりしちゃって、私はあ、いいなみたいな、ずっと一緒にいたいなって思って、インド人のお宅だったんですよ、ホームステイ先。で、不満なんて別に一切ないんです。ないんですが、この近所に住んでるフィジー人とずっと喋ってたかったので、フィジー人との方が相性が合ってたので。なので、門限の1秒前までとか、もう、わっちゃわちゃ喋って、帰るねって言って、ダッシュで門限1秒前に帰ってました。面白い。そっから、でも基本的にはね、そのなんていうの、人と人をさ、つなぐみたいなこととか、そうなんですよ。ね、それがあれだよね、メインというか好きだよね。
いや、もうユミさんおっしゃる通りで、きっとそれはブレてないんですよね、ずっと。ああ、ね、それは素敵だなって思う。うん、ああ、ありがとうございます。そう、つなぐ、間に入るっていうのは多分小学生の時からそうで、例えば、なんか喧嘩起きそうだな、この子たちって思ったら、大体私どっちの話も聞いて間に立ってたんですよ。とか、なんか、その自分の性格、間に入りたいみたいな性格って、きっと小学生ぐらいの時からありますね。はい、なるほどね、なるほどね。それが今、ずっと続いてるね。いろんなところそうだね、今のね、コンテストのね、そうなんです。いや、本当にそうなんです。今も続いてるんですよ。まあ、ちょっと、コンテストという話を答えてきましたが、どんなコンテストにエントリーされてるんですか？はい、ありがとうございます。その今、その、夢としてですね、世界一周っていうのを夢で掲げていて、それの準備をするために、今、世界一周コンテストのドリームっていうものに出させてもらってます。で、ユミさんには、以前、プレゼンを、ね、聞いていただいて、だからこそユミさんに今、私の世界一周の夢を理解していただいてるんですけれども、今、ちょうどそう、一次審査、二次審査、三次審査、セミファイナル、ファイナルと5段階があるんですが、今ファイナリストになることができまして、最後のファイナルのプレゼンテーションが3月6日なんですけど、そこに向けて今、さらにブラッシュアップといいますか、修正を重ねている状況になってます。はい。すごい。ファイナリストに残ってらっしゃるんですね。うん。お疲れ様で、はい。このドリーム、世界一周コンテストのドリームっていうのはどんな人が集まってきてらっしゃるんですか？そうですね、おそらくですが下は中学生とかから OK、 学生ならみんな OK みたいな、広くてですね、で、本当に世界一周をしたいから申し込んでる学生もいれば、中にはその旅が好きで夢が持ってるようなそういう学生とつながりたいから世界一周、まあ、そんなに行きたくないと言いますか、そんなに行きたいという気持ちが大きくないけれども、人のつながりを作りたいっていう理由で参加されてた方もいましたね。その、優勝すると、世界一周。そうなんです。優勝すると、世界一周の航空券がもらえるんです。すごい。今ね、はい、Facebook、の、グループページの、ね、今動画が出ているコメント欄に、そのバックパッカーフェスタ2021の、リンクを貼ったので、ちょっと、はい、またお時間ある方は見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ファイナルの日が3月の6、7、来週再来週の土日か。そうですね、このバックパックフェスタっていうのが、ね、ユミさんが貼っていただいた、このバックパックフェスタっていうのが、日本一の、日本で一番大きな旅のイベントって言われているものになってまして、今年は、毎年いつも大きな会場を借りても大盛況なんですが、今年はコロナの影響もあってオンライン開催なので、海外にいられるサイさんとかも、見ることはできるんですね。で、はい、その、なんだっけ、そう、ユミさん言ってくださった日時的には、3日間に分かれてて、2月の28日と3月6日、3月7日に分かれてて、それぞれの日にちで4人、このコンテストドリームのファイナリスト4人が各日にち出るので、合計12人いるんですよ、今、ファイナリストが。で、毎日1人優勝者が決まるんですよ。なるほど。あ、これですね。あ、すげえすげえ。もう載ってますね。そう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 。あ、これ。ね、すごい。そうなんです。あ、私はそう3月6日の夕方の5時20分、ね、日本時間午後5時20分から6時10分の間でコンテストは行われます。なるほど、なるほど。はい、これは、はい、投票はできるの、その見てる我々とか。そうなんですよ。このどうやって優勝者が決まるかっていうと、お客さんの投票で決まるんですよ。なので、もう審査員とかはいないんです、一切。皆さんが審査員といいますか。すごい。
そうなんですよ。じゃあもうね、あの見てくださってる皆さんはぜひここに行ってあずさちゃんに投票をね、はい、ぜひ投票を、ね、はい、お願いします。ありがとうございます。あ、すごいな、うん、オールといいな、4分の1か、うん、頑張って頑張って、うん、はい、楽しみます。頑張ります。そうね、楽しむだね、うん、はい。ちなみに優勝してその世界一周の航空券がもらえたら、なんかこうこの国は特に絶対行きたいとかっていう国っていくつかもうあったりするんですか？そうですね、あの今お部屋のここに世界地図を貼り、行きたい国をもう全部マークしてるんですけど、今もう20個ぐらいあるんですけど、特に行きたいのはどうだろうな、まあ、ガーナとかは結構気になってて。ガーナ、はい、あのなぜなら、デンマーク留学した時にガーナ人の友達ができたんですけれども、その彼女がすごい素敵な幸せの価値観を持ってて、なんか私が好きな価値観と本当に似てるんですけど、そのなんだろう、明日死んでも納得できるように生きるみたいな価値観を持ってるんだよっていう話を、とあるおしゃべりしてる時にね、ボソッと突然ポツッと言ってくれた時があって、その考え持ってる国民めっちゃ会ってみたいなって思って、なんか日本では持ちにくい感性だなって私は思ったので、うん、そういうところかな、そういう価値観を持ってるご家族とか大家族とかと、あのもう夜通しとか対話してみたいなみたいな、あったり、はい、うん、そうですね。あとはあのキルギスとかで、あの遊牧民がテントとかで未だに生活されてると思うんですけど、ああいうテント生活もしてみたいなって思ったり。ああ、面白そうですね。それはやってみたいな。そうそう。私は行ってないな。はい、キルギスが私どこにあるかもよくわかんない。キルギスはあのモンゴルの近くで、インドのだいぶ北ですね。あ、じゃあやっぱモンゴルとかと雰囲気は似てる感じですかね。テント生活とか遊牧生活みたいな。そうですね。はい、そうですね。へえ。期間はどれぐらい？期間はまあ1年ぐらいかなーなんて考えてます。うらやましい。いやー、ほんとうらやましい。ちょっと夢が広がりますね。世界一周。プレゼンは、どうぞどうぞ。あ、いいです。世界一周して、あともまた、あの、出演していただきたいですね。ああ、してこられたのが。ぜひぜひ。確かに。嬉しいですし、もちろん多分私もまた変わってると思うし、私もうほんとフィジーとデンマークの留学前の自分と後の自分もだいぶ変わったので、きっと世界一周したらまた変わるんだろうなってウキウキしてますし、まあ、世界一周中もなんだ、私結構動画を撮影したいなと思ってて、なんかこれはまた世界一周なんでしたいのかの話にもつながるんですけど、私世界中100カ国のホームステイを巡る世界一周をしたいんですよ。で、まあ、そのホームステイを楽しんでる自分自身とか、ホストの方の自己紹介とか、食事の様子とかを全部動画に収めて、なんかその日本にいてホームステイやってみたいなとか、自分が日本の生活飛び出してみたいなって思ってくれる、思っている方に動画を日々更新することで、なんて言うんだろう、ホームステイ探しみたいなのを楽しんでほしいと思っているんですね。なのでもし、もし良ければと言いますか、世界一周しながらでも、なんか動画とか繋いで、また、もし良ければ出演させてもらえたら嬉しいです。それ楽しそう。いいですね。この国にいます、みたいな感じで。そうですね。その旅の目的も、もうちょっと、しっかり言ったら、ここで。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと長くなってしまうんですが、まあなんでこの、ホームステイとか行ってるのかって言いますと、そのユミさんとも出会わせていただいたフィジーでのとある経験がやっぱ自分を変えてくれたなって思ってまして、もともと私夢全くない、高校3年生までは夢全くなくて、なんだろうな、大学受験とかも、まあ、みんながやってるしやろうみたいな感じで大学生になり、あと部活動とかも
なんか自主練習とか全然乗り気じゃなくて、だけど友達がやってる時に真似してやってるみたいな、本当に軸のない、夢のない、やりたいことのない人間だったんですね。で、なんかそのやりたいことが高校生の時にちょっと見つかり始めたというか、体育祭の創作ダンスをやってた時がすごい自分熱中してたんですけど、なんかそのやってる最中も自分のコンプレックスを結構気にしちゃってる自分がいて、なんだろう、汗っかきとか、なんか体が割としっかりしてたので、ハンドボールやってて、なんかそういう自分を人と比べすぎて、なんかコンプレックスばっか見て思いっきり踊れなかったりもして、で、なんだろう、そんなコンプレックスを持ち夢もない私がフィジーの大家族と出会った時に何が起きたかっていうと、なんかその彼らって本当に他者比較とか一切しないし、なんか、なんだろうな、大きな夢もない人も多いけど、でも毎日を本当楽しく生きてる方たちで、なんか村の超ど田舎の大家族と1週間生活をさせてもらったんですよ。で、その時に例えばもうお家の目の前に綺麗な川があったんですけど、そこでもう汗だくになりながら3時間はしゃいでる自分と出会ったりとか、なんかみんなでお昼ご飯用意して、貧しいんです、すごい、だけ貧しいっていうか、お金をたくさん持ってるわけではないんですけれども、そのみんなでお昼ご飯を用意して、レジャーシートみたいなのにもうたくさんご飯を並べて、それを輪になってみんなであぐらかいてご飯を頬張るんですよ、みんな。で、なんかみんな体めちゃめちゃ大きくて、ふくよかでどしーっと座りながら食べてるんですけど、なんかそんなみんなと私も一メンバーの一人になって食べてる時に、なんか汗かきとか、なんか体の大きいとかを一切気づいたら気にしてなくて、で、なんかそういったこともなんだろうな、全部自分の個性なんだなって思えて、で、それはやっぱりここまでなんだろうな、自分が変われたのは、一緒に生活する人を、まあ、なんだろう、思い切って丸ごと変えたからだと思ったんですね。なんかこの気づきってきっと日本にいたらできなかったし、フィジーに行って日本人とつるんでたらできなかったと思うんですよ。もう思いっきり一緒にいる人、私以外のみんなフィジー人なんですよ、その場。でそこで、いや、気づけたから、ホームステイを通じて、周りの人を丸っき、思いっきり変えるっていうことに、変えるっていうことは、自分の個性に気づく、コンプレックスが個性だって気づくとか、そういうことに有効だって気づいたんですね。で、プラス、なんだろう。なんで私がここまで内省できてるかっていうと、振り返れてるかっていうと、学べてるかっていうと、大学のキャリアカウンセラーの方にずっとお世話になってて、なんか、いつも私が何か葛藤を抱えるたびに、相談をしてて、で、もう号泣今もちょっとうるっときてるんですけど、号泣しながら、あ、もうわかんないですやりたいことみたいな、なんかたくさん、ユミさんもそうですし、たくさんの、なんだろう、社会人の方と出会っていろんなこと学ぶんだけれども、やっぱやりたいことがわかんない、人の真似ばっかしてるみたいな、なんかそういう葛藤をいつもなんか話してはないてで、なんかただただうなずいて聞いてくれるキャリアカウンセラーの方がいて、で、その人との対話を大学1年生の時5回ぐらい続けてたからこそ、そのフィジーの家族との場面に立ち会った時に、なんかすごい冷静に自分の行動の変化とか自分の変化に多分気づけたんですよ、敏感になれた。だから、まとめると、その自分の個性を生かして生きるためには、周りの環境を思いっきり変えるっていうことと、あとたくさんたくさん人とお話しして対話して個性とかやりたいことを見つけるっていうことの2つが大事だと思ったんですね。だから、ね、ユミさんがさっき言ってくださった世界一周の目的の話に戻ると、私がやりたいことは、まあ、2つで、まず今その個性を生かしていきたいとか、でもコンプレックスばっか気にしちゃってるとか、そういう、まあ、高校生から社会人までいろんな人がいていいなと思ってるんですが、そういう方たちとお話をして、私がキャリアカウンセラーの方にやってもらったようなことを私が今度やってみたいんですよ。たくさん話をして個性やりたいことを一歩ずつ見つけていきたいっていうのが一つで、で、二つ目が、それでなんとなく見つかってきた個性とかやりたいことをができるようなホームステイを私がお届けする。それをやるために私がまず世界を巡って100カ所ホームステイを開拓して、で、それを2023年頃に届けて、で、
対話かけるホームステイによって個性を生かして輝くいて生きる未来っていうのを作りたいっていうのが私の夢です。はい、なるほど。だから居場所クリエイターっていう肩書きなんですね。そうですね、はい、そうです、そうです、はい、うん、珍しいなと思って、居場所クリエイターってどういう意味なんだろうと思ってたら、そういうことなんですね、うんうん、そうですね、そっか、ホームステイしたい人とそのさ、ホームステイできる先をこうつなげるっていうことさ、うんうんうん、そうです、そうです。だからそこも間に入るってユミさんがさっき言ってくださったこと、延長線上って感じですね。はい、うん、なるほどですね。そうなんだ。やっぱ出会いによってかなりこう生き方が変わったりとか、そういうのも魅力ですよね、うん、そういう留学とか旅行も、うん、はい、うん、なんか出会いとか、あと本当になんかそのね、あのいつもさえさんと話すんですけど、あのなんだろう、日本でその、まあ、例えば教育だとするとなかなかこう合う学校見つかんないとか、でも世界見ればね、自分の個性が発揮できる場所とかめちゃくちゃたくさんあるから、そう、もっとあの、ね、広く見ていけばもっと自分がね幸せになれる場所が見つかるっていう考えとしては、そう、すごく一緒だなっていう風に思っていて、そうそうそう、だからそういった意味でもあの、うん、すごくいい機会、もっとねいろんな世界を見ればいいなっていうふうに思うので、うんうん、そう、なんかなのでいつも我々が思っていることと、そう、結構同じだなっていうのは思ったりする。うんうん、ありがとうございます。いや嬉しいです。そうなんですよ。うんうん、やっぱり自分らしく生きようみたいな言葉ってありふれてると思うんですけど、うん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 、私はそれを言う人にはなりたくなくてですね、うんうんうん、なんか自分らしく生きるって分かんなくないですかって私は思うんですよね、うんうんうん、自分らしさって自分で分かんないんですよあんまり、うん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 、だから気づいたら自分らしくいられたっていう気づきを得てもらうために、うんうん、対話によって相手を知って、その人がその居心地いいって思える場所ってどんなんなんだろうっていうのを一緒に考えて、それをまあいくつか試してもらうみたいなことを私はしてもらう。要は自分をなんか自分らしくいようと思って自分を変えるんじゃなくて、もう自分はなんかそんな考えないでそのままいていいから、環境をたくさん変えてみようよみたいなのをやっていきたいですね。はい、確かに自分を変えようとしてこうなんだろう、変えてる人は結構いるけど、うんうん、その環境をね、もうガラッと変えちゃうっていう発想は面白いですよね。うん、ああ、ありがとうございます。うん、確かにすごく有効だなと思います。自分を出してみて、どんな場所があってとか、できる体験してみるとかですね。はい、そうです。面白いですね。なんか今、なんかおばちゃん目線だけど、今時の大学生はそんなことをやってるのかみたいな、うん、なんかどんどんそれをこう発信してほしいですね。はい、うんうんうん、なんかどんな人と出会ってどんな風にこうあずささんが変わっていったのかとか、うん、気づきをしたのかとか、うんうん、すごいなんか多分それをシェアすることによって、またそこで刺激をもらえる人がたくさんいるのかなって思いますね。うんうん、ね、その経験自体がなんかね、外私も行ってみようって思う、うんうんうん、きっかけになりそうですよね。うんうんうん、なんかほらこの前ユミさんも言ってたけど、うんうん、世界一周の経験は1億円でも売りたくないって言ってたから。うんうんそうですね。ね、その経験をほらもう学生時代にね、大学生ぐらいでできちゃったとしたらね、うん、すごいもうその後人生が多分全然変わってくると思いますよね。うん、そうですね。羨ましい、その時に行けるのは。面白い。なんか皆さんご覧いただいてる皆さん、よかったら。あずささんに質問とかコメントをいただけたらと思います。あの、画面の上に出てる青いリンクをですね、一旦クリックしていただけると、名前が表示されますので、その作業を一旦していただいて、
その後コメントをしていただけたらと思います。うん、ちなみにあのそうポルケホイスコーレってどんな国の人が多いの？なんか日本人も結構いるっていうような話も聞いたことあるんだけど。うんうんうん。どんな感じなの？そうなんですよ。うんうんうん。私が、そもそもフォルケホイスコーレっていうのは70個ぐらいあるんですけど、うんうんうん、私が行ったのはその70分の1なんですけど、うんうんうん、そこに限ったお話でいくと、うん、実は唯一日本人が建てたフォルケなんですよ、そこ。あ、そうなんだ。うん、そう、だから日本人にルーツがあるからこそ、同じ時期に12人ほど日本人はいました。うんうん、で、全体の生徒数はその時は65人ぐらいだったので、うんうん、まあ、6分の1ぐらいが日本人っていう、それは本当に珍しいケースなんですけれども、うん、他の国は、まあ、デンマーク人が4割ぐらい、うん、あとは、ウクライナとか、うん、ガーナ、ケニア、あとは中国。ね、はぁ。うん。中国も結構多かったですね。はぁ。そうですね。はい。はうん。で、基本的には、なんていうの、社会のこと、まあ社会福祉を学んだんだと思うんだけど、あ、なんか、いろんな科目があるんだよね。うんうんうん。どんな科目があるの？例えば、うん、あとは、デンマーク語を学ぶ授業もあったり、うん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 、デンマークの文化も含めて、うんうん、あとは、うんうんうん、アート系もあれば、何があるかな、哲学とかもあったし、うん、工芸とかもあるし、へぇー。乗馬？乗馬とかもありましたね。乗馬？乗馬学んでどうすんの？そうなんだ。学んでどうすんのっていうのが結構本当にいい感想、いいっていうか、なんだろう。基本、なんだろうな。単位とか資格とか一切もらえないんですよ。うん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 。お金払って、その学びを通じて何をするかは自分次第みたいな。そうなんですよ。なので、目的としては、まあ私のように大学生で、まあそのデンマークの教育とか暮らしとかに憧れていく人もいれば、社会人を、まあ10年弱とか5年弱とかやられて、まあ一旦ちょっと日本の労働っていうものを離れて、なんて言うんだろうな、一旦休職もされてる、休職とか退職されて、入学されてる方もかなりいらっしゃって、20代、30代。で、あとはまあ、50代、60代とかの方でもいらっしゃいましたね、日本人とか。へぇー、もう年代も幅広いんだね。そうなんですよ。なんだろう、単位とか、そういう資格とかのためじゃなくって、なんかその、答えは自分が探すみたいな学び方って、なんか、日本だと、そういうのってなんかすごい不安だったりするじゃないですか、うん、何のためにやってるっていうのが、うん、すごい重要視されてるから。でもなんかこれからの時代生きていくのって、うん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 、答えがないところを生きていくようなもんじゃないですか、うんうんうん、なんか手探りで生きていくみたいな、うんうんうん、だからその答えがないところにあえて行って、うんうんうん、そこで自分なりの答えを見つけてくるっていう学び方はかなり私としてはすごい興味あるっていうか、うん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 、学び方だなぁと、うん、確かにで、うん、ね、なんかそう、そこはそうです、確実に自分で答え見つけないといけないですもんね、それね、うんうん、それってすごくいい、素敵ですよね、うん、人から言われたことじゃなくて、うん、そこからね、興味あること見ながら見つけていくっていう勉強方法はね、うん、確かに、うん、だなと思います。やっぱためにっていうのがないのがね、うんうん、そうですよね。なんだろう、正解とかゴールとかを一緒に見つけていこうねっていうような風潮がやっぱあって、それはなんでかっていうと、うん、デンマークがその民主主義が進んでる国なんですよ。投票率がいつも 85% 以上とか、まあ、いろいろな数値があるんですけど、でみんなが政治への関心が高くて、この民主主義を学ぶための学校とも言われてるんですね、ポルケホイスコーレって。だから民主主義ってもう、なんだろう、みんなで答えを見つけていくじゃないですか、台湾の中で。それを体現してる学校って言ってもいいんじゃないかなと。はあ、面白いね。なるほど。民主主義を学ぶね。主義を学ぶね。へえ。
とってはさ、その民主主義を学ぼうとかっていうなんか考え方すら浮かばないですよね、うん、なかなか。そうですね、うんうんうん、面白いな。面白いですね。私もすごいそう興味があるから、うんうん、ね、うん、そんなね、行くとやっぱなんかいろいろとね発見があるんだろうなと思って、うんうん、私もまだまだ行きたくて、あの70個もあるので、うん、あと5個ぐらい行きたいななんて考えてますね。そんな感じなの？なんかね、まあ、でも走るの？はしごしたい、はしごしたいなと思ってて、そんな感じなんだね、うん、なんか別に大学生のうちに行かなきゃとかでもないんですけど、あ、社会人になってからでも、あ、3週間みたいなのもあるんですよ、短期みたいなのもあったり、あ、私のように8ヶ月とか、1年間とかもあるので、あ、なるほどね。へえ、もう本当に自由なんだね。そうなんですよ。そう、教育とか、トフルとか、アイルツの資格も何もいらないですし、あ、ただビザを取っていけば、みんな入学できます。面白いな。ね、いろんな国の人もいるんだもんね。そうですね。なんかそういうところで出会う、ね、人たちもまた面白そうですよね。うん、みんな、世界から集まってきてる。いろんな目的を持っている、そうなんですね、すごくこうなんか社会的な意識が高い人たちなんだろうなというか、ね、学ぼうって思うこと自体が尊いことだから、うん、そこ行く人って、うん、なんていうの、変な人行かないよねみたいな分からないけど、うん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 、でもそうですね、やっぱりそれこそデンマーク人で60歳65歳みたいなシニアの方とかも結構いらっしゃったんですけど、うん、あの皆さんきっとお金払ってきてるんですね。無料じゃなかったと思います多分、うん、はい。なのでその大人の学び直しって今日本でも流行ってるとは思うんですけど、それがやっぱ根強く浸透してるんじゃないかなと思いますね、デンマークは。はい、まあ、そこデンマークの人はその大人になってもこう学んでる率が高いってことだよね。そうですね、うん、本当、うん、学んで働いて学んで働いてっていうその流れサイクルを当たり前のように回しているんじゃないかなって思います。そのフォルケ以外にさ、その大人が学ぶ場所はあるの？フォルケがもうメイン？そうですね、フォルケがメインですね。 あとはなんかエコビレッジとかって聞いたことありますか？あ、わかんないけど、なんか、ああいうところではなんかその一つの空間の中で、みんなが毎月お金を払って生活をして、うんうんうん、その共同で集めたお金によってその敷地内で例えば、野菜を育てたりとか、コンポストの仕組み作ったりとか、そうですね、そういったことをやってて、その中でなんか持続可能な、コミュニティ作るっていうような生活の仕方をもう結構あるので、なんかそれはちょっとユミさんが聞いてくださったような学校とはちょっと違うんですけど、ただなんかその何かを学びながら生きるみたいなことはきっと好きなんじゃないかなって思いますね、連絡で。はい、それすごいな。うんうん、デンマークもフィジーも幸福度の高い国ですよね。そうですね、うん、ここはユミさんの方がお詳しいと思うんですけど、なんかその種類も全然違くて、なんだろう、国連が出すようなその男女平等とか福祉が整ってるとか、うん、なんかその識字率とかそういう幸福度で表した時にデンマークは毎年1位、うん、2位、3位とかで、去年は2位、最新のランキングで2位だった、1位がフィンランドだったんですけど、でもフィジーはそういうランキングに絶対入らない、絶対っていうか、うん、ここに入ってるわけではなくて、うん、フィジーはその Are you happy? っていう質問に対してイエスって答える人がナンバーワンって言われている国なので、うん、その国がどうだとかじゃなくて、あなた幸せって聞いた時に幸せと答える人が世界一多いっていう国になってるっていうデータが有名かなと思います。はい、どうでした、両国行ってみて、なんかこう幸福感ってそれぞれの国の人たちが持ってる幸福感とか、あずささんが感じたことってありますか？違いとか、ここ一緒だなとか。一緒だなで今思いついたのが、やっぱりみんななんか、なんだろう、
つながりが強いっていうのはやっぱキーワードとしてあるかなって思ってて、フィジー人だったらご近所さんとのつながりとか、かなり強いクリスチャンなので教会の人がいるから、何かあったら、まあ、毎週日曜日教会で集まるし、そこでみんなにお悩み共有すればなんとかなるっしょみたいな、お金なかったら借りればいい、今あるなら貸せばいいみたいな価値観を持ってる、という意味でつながりが強かったり、でデンマークは、その国とのつながりがすごい強いので、例えば税率 25% なんですね、消費税めっちゃ高いじゃないですか。でもそれは国を信頼して納めて、でただその使い道はちゃんと私口出しさせてもらうよっていうようなスタンスなので、だから選挙に行くんですよとか、その頻繁にニュースとかを見て、おかしいと思ったら口を出す、だから民主主義がすごいんですよみたいな、その国とのつながり、信頼感っていうのがすごいデンマークは強いので、今私がつながりって言わせていただいたんですよね。だからそこが共通点かななんて思ってるんですけど、違いは何だろうな。何だろう、でも何だろうな、割とデンマーク人って、まあ、身長も高いし、何だろう、割とさっき国とのつながりって言ったんですけど、なんかもっとミクロな視点で見ると結構一人一人やっぱ自立独立してるように見えるんですね。例えば私絵描くの好きだから、もうずっと絵描いてる、とりあえず飽きるまで絵描いてるみたいな同世代の友達ができたりとか、なんかそうですね、例えば定時に帰りますじゃないですけど、ちゃんともうここの分の仕事今日やったんで帰りますとかが当たり前のようにやってるとか、割とミクロな視点で見ると独立してるんですね、一人一人が。ただフィジー人は本当主観的な意見ですけど、なんだろうな、常にやっぱりさっきも地域とのつながり、宗教教会でのつながりって言いましたけど、常につながってるかなって、いろんな場所にいい意味で頼ってるっていう印象かな。私はあんまり自立自立自立って感じではないのかなと思いますね。違いかな、そこが。はい、なるほど、確かに独立してるよね、デンマークの人は、ね。なんかすごい、そう、私も面白かったのが、なんかちょっとやばいな、困ったなと思った時って、なんかその日本人だったらさ、ちょっと助けてくれる時ってあるじゃないですか。だけどね、デンマークの人はね、助けてくれないんですよ。だけど、やばいと思って、助けてって言ったらみんなめっちゃ助けてくれるっていう、なんかね、助けてって言ってないのに、手を出すと、それが迷惑って思う人たちなんですって。だから、言うと、でもすげえ助けてくれるみたいな、そう、なんかそういう価値観の人たちらしくて、だから、初めはちょっと冷たいなって、なんか日本人とすると思うんだけれども、それに慣れるとめっちゃ行きやすいって言ってました。面白いなと思って、だからやっぱりなんていうの、その、こうっていうかね、私はなんていうの、自由度が高いというか、より自分が生きたいような形で生きられる社会、まあ、多様性、どんな自分でもいいみたいなのが、デンマークの良さって私は思っているんですけど、なんかそれを聞いて、やっぱりなんかなるほどなというか、その、ね、独立している人が多いっていうのを聞いて、やっぱそうなのかなってちょっと今、思いました。ちょっとね、面白い、ま、ね、いろんな価値観があるなって本当に思いますよね。でも基本は優しいですよね、この辺の人は、ね。そうね、あったかい。余裕がね、ある感じだよね、なんかね。余裕ありますね。余白もありますよね。そうね。それがいいよね。本当、そう、ゆみさんの言葉でいろんなエピソードが今蘇ってきたんですけど、本当におっしゃった通り、送ってくださった通りで、頼めばやってくれるんですけど、頼まないと、多分、その表情とかでは絶対伝わらないんですよね。口にしないと、わかんない。だその、日本では空気を読むとかがあると思うんですけど、そういうのが、いい意味でも悪い意味でもないと思うんですね。そう。それって、でも、どこの国に行っても結構そんな感じなんです。ああ、まあ、そうなんだ。でも、私は違うと思った。本当に。スウェーデンとかは、
みんな結構ね、ちょっとシャイで、日本人っぽいから、多分見てくれる感じ。だからそう、やっぱね、違う、そう、国によってね、違うことにね、私はちょっとびっくりしてた。デンマークとスウェーデンでも違うんですね、隣なのに。違う違う違う、なんか、すごい、そう、スウェーデンの人はみんなすごい、なんだろう、誰に対してもこう、初めから親切みたいな感じがしたかな。いろんなそう、優しさがあるんだなって思って。なんかその、デンマーク人の、その、助けてって言われるまで手を出さないとか、口を出さないっていうのは、なんかある意味、人を信頼してるっていうことでもあるのかなって聞いてて。それぞれがこう自立独立してるっていう邪魔したらあかんって思ってると思う、うん、なんかねその人の学びの過程かもしれないし、うんうん、なんかそこを邪魔しないみたいな、そう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 、もしかしたら自分で、ね、何か解決策を見つけるかもしれないっていう、その、で、学びの過程を奪わないみたいな、うん、そのある意味親切なのかなってちょっと、そっちの、そうですね、優しさですね、あっちの。なんか、そうなんですよ。あと、面白かったのが、なんだろう、ちょっと辛そうな顔をしている人に、大丈夫っていうことは、私は親切な行為だと思ってたんですけど、相手にとっては、時にそれが不要な時があるんだっていうのを、私、デンマークで学んだことがあってですね。なんか、いや、普段からそんな笑ってないから、毎回それ聞かれちゃうと、いつもじゃあ口角上げてなきゃいけないのかなって思うって言われたんですよ。伝わりますか、これ。なんかその、逆に私がそうやって声をかけたことが、相手をちょっと苦しめちゃってたんですね。別に自分ではテンション低いわけじゃないのに、いつもこの顔なのに、なんでわざわざ聞くのみたいな。常に笑ってなきゃいけないのみたいに思ったらしくて。そう、なんか今のこのエピソードと、デンマーク人が別に、なんか何も言われないなら放置しとくけど、なんか助けを受けたら助けるっていうのとちょっと繋がったんですよね、自分の中では。ああ、なるほど、なるほど。そうそう、見た目だけで何かを判断するってやっぱ怖いじゃないですか、結局。これで傷つけることもあるんだ。なんか、もしかしたらそういうことも、そういう弊害も、もしかしたら考えながらの、その、言われるまで。やらないみたいなところなのかなって思ったりしますよね。はい。確かに。なんか最近うちの長男が言ってたんですけど、うん、なんか日本の学校だと転校生入ってくると、うん、どこから来たのとかこう何部だったのとかこういろんなことを話しかけに行くじゃないですか。うん、なんか一人ポツンと転校生を放置みたいでなかなかならないけど、うん、なんか今学校にね、行き始めて、まあ1ヶ月間ぐらいなんですけど、うん、やっぱり自分で話しかけに行かないと、向こうからは来ないって言ってましたね。うん。うん。なんか、だから自分から、そう、自分からでも話しかけて行ったら、全然ウェルカムで入れてくれるみたいな。あなんかそんなこと言ってました。あ、なるほどね。良くも悪くも、なんかこう、周りに、そのなんて言ったらいいの、興味がないわけではないかもしれないけど、干渉しないのかなとかって思って。しましたね。なるほどね。そうそうそう。うん、なんか、その入ってきた子が、どこに属したいかじゃないけど、どの子と遊びたいのかとか、を選ぶみたいな感じなのかなみたいな。なるほどね。まあでもそれさ、日本とやっぱ違うな。ね、そう。そんな、ね、こんななんていうの、日本に住んでいるとやっぱり、でも本当性格も変わりますよね。っていうか、必要なスキルがね、社会を生き抜くために変わりますよね。そう、でも私もなんかそれ感じるんですよね。お母さんたちの中の付き合いでも、私やっぱこう、ね、片言の英語だから、やっぱ自信がなくて、あんまり話しかけれなかったんです、前いた時は。だから、ほとんどその、顔は知ってるけど、ほとんど話したことないっていうお母さんがいっぱいいて、でも今回は、まあ戻ってきたっていうのもあって、なんか、あ、久しぶりみたいな感じで、私からこうやっぱ話しかけるように
になったというかしたら、うん、なんかそれからすごい話が弾んだりとか、うん、なんかそういう感じになったので、うんうん、なんかやっぱ自分から行かないと待ってても来ないなっていうのは私も学んだところです。なんかでも待ってても来てくれるっていうのは日本の良さだと私は思ってて、うん、なんか、うん、そうですね、キャビンアテンダントとか憧れてたりしてて、ちょっと今、うん、全然突発的な話で申し訳ないんですけど、うん、でなんかその CA の方が書いたような本とかを最近読んだんですけど、うん、なんかそこにはそれこそ、客席に座席に座ってて、うん、その映画も見てないしご飯も食べてないしアイマスクもしてないような人はもしかしたら CA さんとお話しするのを待ってるかもしれないとかで、そこまで CA さんって察するらしくて、その方によると。で、なんか話しかけて、話が盛り上がって、なんかそれで一生の関係になっていくこともあるらしいんですね。なんかそういうのって結構やっぱ日本の美徳なんだなって私は思って。そうですね。やっぱ察するとか、こう、ね、考えて相手のために、行動するっていうのは、やっぱり日本の良さだろうなと思いますよね。そうですよね。だからやっぱりその、なんだろう、おもてなしっていう言葉が流行ったみたいに、そういうおもてなしをするっていう気持ちとか文化によって、ものとかもね、多分すごく、おもてなしするためのものじゃないけど、なんかペン一本にしても、書ければいいっていうものではないじゃないですか。なんか書いたら消せるとか、なんかすごいスムーズに書けるとか、なんかそういう、やっぱ日本のこう技術力じゃないけど、物のクオリティの高さから考えても、やっぱり使う人が心地よくとか、便利だとか、なんかそういうのってその日本人の察する気持ちとか、察するところから来てるのかなってやっぱり思います。ね、なんかよく壊れてあるじゃないですか、海外行くと。わかります、わかります。なんかね、そのアメリカとかは結構本当第一次的な発明が多いけど、日本って、まあ、何か発明したされたものをこう工夫してどんどん今に変えていくっていうのが得意っていうのも多分そういうことですよね。確かに、そうですね。いやでも本当に、話ね、そうですね、すごい、じゃあそろそろ1時間になってきたのでそろそろ終わりにしたいと思うんですが、あずささんの今後の何だろう、その夢とか、大学卒業後はこんなことしてみたいみたいなのがあれば最後にお聞きしてもいいですか。はい、ありがとうございます。そうですね、今大学2年生の春休みなのでまだ就活とかはやってないんですね。で、まあ就職するかもしれないし、自分のホームステイに関するその授業をやってるかもしれないし、ちょっとわからないんですが、きっと変わらないんだろうなっていうのは、まあさっき由美さんもお話ししていただいたように、人と人の間に立つとか、人と人を結ぶみたいなことはずっと好きなので、何かものづくりをするとかいうよりも、まあ、やっぱり直接人のために自分が動き回って人とお話をしたり、そういうパフォーマンスをしたり、なんかそういうことで、まあ生きていくんだろうな、みたいなイメージはあって、で、まあその、自分自身も世界一周の中でいろんな家族の形を見て、ああ、こういう人たちとこういう場所でこういうことしてたいな、みたいな、自分の理想の未来をやっぱ描き続けたいし、それが叶う場所で叶う人と、その、ゆったりとした生活をするみたいな、そこで家族を持つみたいなところも結構自分の中では夢としてあるので、まあそこに向けてやっぱり世界中のいろんな家族の暮らしを知ったり、そういった活動を続けていきたいなってぼんやりながらもですが考えてます。はい、ありがとうございます。ぜひね、その世界一周のすることになった暁にはまたお越しいただけたらと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、次回の、告知なんですけれども、次回はですね、3月5日の7時からということですかね。はい、7時から、ね。そうです。はい。3月5日の7時、夜7時からですね。次はイギリスですね。イギリスで日本語学校の先生をされていらっしゃる
ゲストの方にお越しいただいてお話伺っていきたいと思います。ぜひ次回もですねご覧ください。では今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。